五線譜は主に西洋音楽で最も広く用いられている楽譜である。五本一組の平行な直線からなる五線が上から下に数段書かれているようし、五線紙に音符や音楽記号を書いて楽譜とする。縦が音符を表し、高い音が上に、低い音が下に書かれる。横が時間を表し、左から右に書かれる。オクターブ記号の使用例。 この楽譜を演奏すると、オクターブ記号の効力によって、第1小節から第3小節まで、全く同じ高さで、どれどれどれと繰り返される。五線譜においては、音符相互間の音高の高低関係や、音符と音符記号との高低関係を明確にするために、五本一組の等間隔な水平線を用いる。これを五線という、同一水平線上に書かれた音符は、 同じ音とされる。線上ばかりでなく、線と線の間にも音符を置くことができる。また、一番上の線の上に接してないし、一番下の線の元に接して音符を置くことができる。これにより、五線は十一の異なる高さの音を表すことができる。基本的にこれらの音は全音階として置かれる。このため必要に応じて変化記号が用いられる。また、 五線に書ききれない高さの音を表記する場合には、その都度臨時の水平線を追加する。この線を下線と呼ぶ。また五線を上下二段で組み合わせた大不評を用いることもある。さらに大不評に下線が追加されることもある。このほか、オクターブ記号を用いることで、本来ならば下線が必要となる高さの音が、五線の中に置かれるようにする場合もある。 トート記号を用いて、波長長の音階を五線譜上に並べた。このように五線譜上において、半音と全音の区別は見られない。ログスケールの周波数と五線譜上の音との対比。五線の上下は全音階における音高を表しており、高音ほど上部に置かれる。ところで、音の高さの違いとは、基本周波数の違いであり、高音ほど基本周波数も多い。したがって、 5000の縦方向は相対的に基本周波数が増大する方向と一致する。ただし、1オクターブへの音は基本周波数が2倍なのに、2オクターブへの音は基本周波数が4倍、3オクターブへの音は基本周波数が8倍となることからも明らかなように、5000不の縦方向はリニアスケールではなくログスケール的である。しかしながら、 例えば全音階の一種である、超音階は移動度における解明で、ドトレレトミファと、ソ、ソトララとしは全音なのに対して、ミとファ、シとドは半音である。そうであるのにもかかわらず、五線譜上で、この全音と半音は区別されずに置かれる。このことから明らかなように、五線譜の縦は完全なログスケールでもないことがわかる。五線の左右は時間を表しており、 左から右へと時間が進んでいく。この意味で五線譜の横方向はリニアスケール的である。ただし指定されたテンポによってそこにある音が何秒後に演奏されるかは異なる。例えば4分の4拍子で 60BPM の場合は1拍目の音が演奏されてから3拍目の音が演奏されるまでの時間は2秒であるのに対して 120BPM ならば1秒である。 さらに持続的な速度変化を指示する演奏記号が存在する場合は、当然ながら、この時間は変化する。その上、実際の演奏では、しばしば演奏者がテンポを揺らすために、演奏記号がなくとも時間が変化する場合がある。また、寄付上の問題として、音価の短い音符が多い拳では、一小節が横長になりがちである。 以上のことから、五線符の横方向が完全な、リニアスケールではないことがわかる。ありがとうございます。